瀬戸大橋線。瀬戸大橋線は、瀬戸大橋を通り、岡山県岡山市北区の岡山駅と香川県、高松市の高松駅とを結ぶ西日本旅客鉄道、JR 西日本都市国旅客鉄道、JR 四国の鉄道路線の愛称であ、以下の路線から構成されている。旅客案内では、原則として、 本市美山線に入る列車に対してのみ、瀬戸大橋線の故障が使用されている。1988年、昭和63年3月20日、瀬戸大橋博覧会開催により茶屋町駅、小島駅間が暫定開業した。そして同年4月10日に全面開業し、従来運行されていた、右こ連絡線に代わって、本州と四国を結ぶ、間鉄道として機能している。 岡山駅で山陽新幹線に連絡し、同駅と四国各地を結ぶ特急列車が多数運行されているほか、首都圏と四国を結ぶ寝台列車、サンライズ瀬戸も運行されている。優等列車以外では、岡山高松間の快速、マリンライナーの設定もある。また、日本貨物鉄道、JR 貨物による貨物列車の運行も行われている。全区間が、 直流電化されている。ただし、宇野線区間には一部単線の区間があり、これが列車増発や所要時間短縮のネックとなっている。そのため、瀬戸大橋線の輸送改善のため、宇野線内で部分複線化及び高速化が行われている。だが開通後に、瀬戸大橋の桁下の島民から騒音問題を提起され、社会問題となったため、 環境影響評価書の80本を超えないよう、原則運転をすることで決着した。なお、香川県は1990年度より2年間をかけ、岡山駅高松駅間のミニ新幹線化につき、調査を実施したが、瀬戸大橋を中心に建設費が1600億から1800億円、かかり、収支が楽観できないという結果が出たため、断念している。全線が、 IC 乗車カード、愛イ家カ及び四国愛イ家のエリアに含まれている。また、小島駅宇多駅間には、1996年1月10日から、加算運賃100円が設定され、道路との共用部の維持費として支払われる、本市利用料や、軌道の維持費などの一部に充当されている。なお、瀬戸大橋区間には、保安上の理由から、下窓上昇式窓の車両や、 非常事態を考慮して、トイレ非設置の車は営業運転できない、例外として、一段上昇式窓を持つ JR、四国のキハ58系の一部には乗り入れた用車が存在した。そのため、現在 JR 西日本から乗り入れてくる115系も、下段固定窓にした車両のみ乗り入れるよう運用が限定されており、当初の瀬戸大橋ブームの際に、臨時で乗り入れた65系。 167系にも同様な改造がされたり、117系も100番台限定で使用された。また JR 四国側も開業当時の普通列車の主力車両だった121系電車は乗り入れできない。当初は他社で廃車になっていた111系、あるいは後に113系を購入したり、乗り入れに特化した6000系電車を導入しなければならないといった事情が存在する。 中高特急列車として、岡山駅と松山方面とを結ぶ、潮風15往復、岡山駅と高知方面とを結ぶ、南風14往復、岡山駅と徳島駅とを結ぶ、渦潮2往復、岡山駅宇多津駅間で、南風と、ケツが運転されている。また、夜行列車として、東京駅高松駅間の寝台特急、サンライズ瀬戸が1往復運転されている。 岡山駅高松駅間で運転される快速列車。日中には毎時2本30分間隔の運転を基本としている。宇野線区間では、瀬尾駅か林間駅のいずれか一方に必ず停車するが、朝、夜にはこの二駅双方とも停車する列車もある。また、早朝、深夜には大本駅、備前西一駅に停車する列車もある。本市備参線区間。 予算線区間、茶屋町駅高松駅間では、途中小島駅、坂井で駅のみに停車するが、早朝、深夜の列車は、本市備山線区間内が、各駅停車、予算線内坂井で駅高松駅間でも一部の、途中駅に停車する、駅一覧参照。各駅に停車する普通列車は、宇たず駅から予算線多度津駅方面へ直通する、岡山駅間、論事駅間、岡山駅、 土産線琴平駅間の列車が、それぞれ1日に往復ずつ運転される。このほか、岡山駅小島駅間の区間運転の列車や、茶屋町駅から、宇野線宇野駅方面へ直通する列車も、運転されている。運転間隔は、岡山駅小島駅間が1時間に1の2本、小島駅宇た津駅間が、おおむね2時間に1本である。休日を中心に、瀬戸を走。 アンパンマントロッコが2本、1本は岡山駅高松駅間、もう1本は岡山駅土産線琴平駅間で運転されている。2016年7月1日からはそれまで岡山駅、宇野線宇野駅間で運転されていた LA マラデボア、ラ・マルドボアが新たに岡山駅高松駅間でも運転されることとなり、列車名、ラ・マル瀬戸内として、 1> 週一本運転されていた。2017年春から、岡山駅琴平駅間に、ラ・マルコヒ平も設定され、同年秋からは、岡山駅高松駅間の、ラ・マルセト内に代わり、岡山駅琴平間で、ラ・マルコヒ平が祝日に運転されている。2009年10月22日に、瀬戸大橋線の利用者が2億人に達した。 瀬戸大橋線の年間利用者数は、1993年度にピークになった1、094000人から下がり始め、2010年度には、瀬戸中央自動車道の料金割引の響きにより、過去最低の720万人にまで減少した。予算線内は、快速、マリンライナーの停車駅及び、貨物駅のみを記載。これ以外の駅については、 予算戦役一覧を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。